どうもだです。エルムドです。8月9日出した動画、サオのプロキャンプラーに密着生活見て思いました。何ですか？山田舐めてるなと。サオと小海優のパートめっちゃ取材っぽかったじゃないですか。2日目あいつ何もしてないじゃないですか。サオさんもあの動画内でお前何もしてねえやんって言ってたけど、本当に何もしてないじゃないですか。動画では面白おかしくしてましたけど、昨日もね改変売却生活を出す予定だったんですけど、山田がちょっとめんどくさい編集のとこがあって、そこ全カットしてたんですよね。動画で一番必要なとこをカットして、なんでお前そこカットするんっつったら、編集がめんどくさかったからっつってて、あいつね舐めてるんすよ。だいぶ思います。サオとか小海優とか小池とかが頑張ってる中、あいつガチ舐め腐ってるんで、山田ハウスの日常おたまじきれいパート2をやっていきたいと思います。だって2日目舐めてたでしょ。あ、そうですね。やってかまず前提からして、サオの近くで打てようって話じゃないですか。そうですよ。8000枚出したから動画撮れない理屈はまだわかるんですけど、じゃあそっち撮れなくてしようよって話なんですよ。いや、そうですよ。いや、そうですよ。撮っとけよ。撮っとけよって。もう意味がわかんない。尺稼げれば何でもいいかってみたいな、そういうことが多すぎて、ぶち切れました。言っちゃっていいですか？何ですか？山田ハウスの動画で使うお金があるんですよ。山田、誰にも言わずに10万円勝手に借りてました。勝手に借りてた。で、俺が山田が風俗行ってて、めっちゃオプションつけてて、お前それ動画内で使うお金でやってないよな、つったら正直に話します。実は今10万円借りてて、そこまでは理解しました、私も。じゃあお前それさ、他子が言うに許可取った。聞いたんすよ。取ってなかったんすよ。なんで？待ってね、返した証明をするじゃないですか。振り込みで。財布に10万返したよ、つって。そんなの証明しようがないじゃないですか。じゃあお前の通帳から10万円引き落とされた履歴を俺は今から見るけど大丈夫なん、つったら。あ、でも、あの時30万円くらい一気に下ろしたからな、とか言ってて。まあ、正直、今までの山田の行動からして嘘と思ってるんですけど、返してないなと思ったんですけど、そこは信じましたよ、僕も。そういうことが積み重なって、本日はプチ切れさせたいと思います。賠償金としてゴブリンスレアで出した8000万円強奪しといてください。僕ってネットに出しちゃいけないような言葉しか言わないじゃないですか、こういう時。本当に差別じゃないですけどそういうこと普通に言いますから、山田愛護団体の方はプラスバックしてもらって。あ、でもただ前提として覚えておいてほしいのは、無差別に怒ってるわけじゃないです。だらしないとことかチャンネル的に良くないとこを修正するためのプチ切れですので、お願いします。はい、ということで、うちに今から山田が来るんで、もうね、本当に放送禁止用語とか言っちゃいますけど、前のガチ切れ編の時もマジで流しちゃいけないやつはカットしたんですよ。まあでも本当に俺がただ無差別に怒ってるんじゃなくて、責任があるから、あいつら食っていけなくなったら YouTube 誘った僕の責任ですから、怒るとこは怒らないといけないんで、いつもの感じで、それにカメラがただ回ってたみたいなね、風俗みたいな感じで、いつも通りガチ切れしていきます。こう言うとなんか怒りづらいんだけど、まあカメラ回ってること忘れてやりたいと思います。今日の動画の2日目なんなんあれ。あれは何なの？あれは、隣で密着したかったんやけど、座れんかったし、その座れんかった件が。近くも？うん。だけど。近くも？近く？うん。そうね、サホの隣がもう、空き台中かあれで、で、その、うん。島ごと？いや、島は、まあ、空いとったね、島。なんで近くに座らん？なんだろう、まあ、おっても変わらんかな、中か。まあ、とりあえず呼ばれたら向かう件がって言ってから。いや、お前がゴブリンスレイヤー打ちたかっただけやろ？あ、なるほど。違う？あ、はいはい。そうでしょ？そう。いや、お前さ、やばいって、本当に。サホの密着取材でしょ？うんうん。だから、サホの動画でさ、ネタみたいな感じにしてたけどさ、なんでお前取材来んなや、みたいな。うんうんうん。パチンコを打ちたかったとかさ、市場を混ぜるのはどうなんっていう。あ、なるほど。給料もらってんやろ？あ、はい。その分の責任感がなくない？あ、なるほど。あ。お前100人中100人が1日目は面白かったけど2日目は面白くなかったって言うよ。なんであの子が言うとさ、1日目めっちゃ頑張ってさ、見てるだけでわかるやん。あ、めっちゃ撮ってんなって。うん。お前のパートなんやあれ。ああ。そうね。お前山田ハウスとして、お前質の高い動画を出すのが基本だろ？まあ、それは当たり前ですね。毎回毎回面白い動画出すから、こうやってついてきてるんでしょ？うん。いや、お前は1週間企画始まる前の時代もさ、どういう動画でもいいから8分の動画を撮ればいいと思ってたじゃん。その最近それじゃない？動画としてさ、おかしいでしょ？それ8000枚出た、忙しかった。別にいいよ、それはそれで。じゃあお前そこ撮れよっていう話やん。サホよりも俺の方がパチプロだわ、みたいな。って話じゃない？そうね。行動に移さんと、そうよな。行動に移さんとってかもう、何がしたいか分かんねえわ、お前。お前、なんか雇われてんの？スパイかなんかに。いやいや、そんな。俺たちを潰したいの？いや、もちろん。いや、クオリティの高い動画と求めて。求めてんなら、サホの近く座るか、ゴブツレ8000枚出てる時動画回せよって話や。海外の動画もさ、編集めんどくさかったですとか言ってさ、ガチで意味わかんない動画のまま見してきたじゃん。てか、あのまま投稿しようとしてたじゃん。まずもう、めんどくさいとか言う理由がわからん。編集について。あ、めん
くさいっていうか、なんか、そうか、結論的にまあめんどくさいってなってるか。なんで頑張れないのかな。バカで頑張ろうともしないし、めんどくさがるしさ、どうすんのって話だよね、マジで。だってお前ってマジ人一倍考えないといけないじゃん。その考えることすらもめんどくさいってなってんじゃん。だから俺が毎日言ってんでしょ、これやってこれやってて。それでもできないってどういうことって話だしね。この話すらめんどくさいって思ってるんだろうけど、めんどくさい？いや、勉強になってます。いや、勉強とかじゃなくてさ、もう視聴者のこと舐めとるやろ。どんな動画でも見てくれるバカと思ってんやろ。いえ。なんと思ってん。まあ、評価するやつらって感じで。で、評価されるような動画出してん、お前は。そうっすね、自分の中では。お前の動画全部同じ。そう、お前が逆線がつまらないとかの話じゃなくて、お前が作る動画がつまんない。全部同じ。再放送見せられてるんかなって思ったやつもおるじゃん。今日の動画こそそれじゃん。いつものパチンコ打って、ね、負けました、ね、勝ちました、みたいな。小粥が撮ったらそうはならんやろ。だからそんでってもう、お前がちゃんと密着取材っていう企画に沿って動画をこなしてるかこなしてないかの差じゃん。そうだ。あ、でしょ？そこで、そういうことがずっと続いてるから、お前の動画マジで全部同じような動画に見えるって言われるんじゃないの？それでファンも減っていくわけでしょ？こいつはつまんねえって。じゃあもうお前いない方がマシじゃんってなるんだよ、俺たちからしたら。あいつ思い出しましたって。いや、じゃあそれ撮れよって話やん。撮らんならサボの密着取材しろよって話やん。はいはい。そうっす、ね。それはわかる？意味。まあ、それはわかりますね。わかりますね。じゃあもうなんでそれ伏せんの？まあそれはまあ脳裏に読みたけど、あれ逆に俺も今日サホよりいい絵撮り撮るし、撮った方がいいかもなと思ったけど、まあ、これさすがにサホメインのとこやし。それはサホに聞いたん？いや、直接は聞いてない。とりあえず報告しただけで、まあ、あの時、まあ、一言言えばよかったなって感じかな。いや、そりゃそうやろ、まあ、サホも言ってたよ。サホも言ってた、撮れよって。当たり前にあるのがさ、お前にはないじゃん。もしもよ、小粥がお前のその発声前出てる立場だったら 100% 撮ってる。だって使わないなら別に使わないで、その動画入れなければいいだけじゃん。撮るに越したことはないでしょ。別撮った後に、あ、その動画使わんからいらんわって言われたら別それでいいじゃん。でもそれはお前めんどくさいから撮ってないだけやん。ああ、で、お前そういうの一つ一つの積み重ねで、まあ、こうなってるんでしょっていう話を前もしたわ。3週間くらい前に。お前何年やってんや、マジで。ついにカメラ回すことさえできなくなった。サホの密着取材ってのは伝えられてたでしょ。あ、じゃあお前がさ、他の YouTuber 見とってさ、例えばレンジローの密着取材見ようっつってさ、一人でレンジローが回してたらはってなら、密着要素どこってなるやん。もうそういうのが多すぎ。本当にタイトルとかけ離れてる。なんならお前タイトルの方が動画より面白いみたいな、日本に一本くらいあるんじゃん、お前の言い分は。そうね、その通りやから。なんでこれを伝えな、その通りっていうのはなんでこれを伝えな、わからんの。俺がサゴの隣でパチンコ打たずにカメラ回しとけよって俺言わな、わからん。パチンコ別打ってもいいけど30分に1回くらい回し行けよって言わないかんの、初歩的なとこから。だからマジでみんな思ってんは、お前は8分以上のクオリティ高い動画を撮ろうとしてないよ。8分尺ある、これ見たらまあいいでしょうみたいな感じのもんしか撮ってない。これ言っとけばいいやろうみたいな、まあこれとこれ撮ってこれ言っとけばいいかみたいな、まあ、自分の考えとしてはまあ自分なりにやっぱ何かしら用意してで撮ってるから、まあ8分撮ればいいやっていう感じでは思ってる感はないんで、ちょっとなんだろう、これ言ってみようかなみたいな、これ言おうかみたいな、うん、まあ、そんな感じで、あの8分撮ればいいやっていう感じでは、まあ自分は撮ってない感じかな。それならいいけど、サホの企画はどうなの？あれについては密着島田スタイル、まあ一人で撮るスタイルで撮るっちゅうか、まあそんな感じで、まあ、ちょくちょく言ったけんが、まあそんな感じで撮るんかなと思って。でお前撮るわけねえや。お前タイトル言ってみ。密着取材。あ、いや、お前が都合のいいようにサホの冗談を受け取ってるだけやん。パチンコ打ちたいから。違う？じゃあサホが言った。今日は一人でカメラ回すから撮らなくていいよって。言ってないっすね。あ、じゃあお前が都合いいように解釈してるだけやん。何がしたいねん、お前。だからお前動画が伸びることでさ、もらってる仕事だってあるだろ？パチンコ来店とか。お前それはクオリティ高い動画出してき続けてよ。今があるじゃん。いや、だから結局動画がどこまでも連れて行ってくれるわけだろ？お前それを手抜くってどういうことっていう話。違う？別にお前の個人チャンネルならいいよ。どんな動画出そうが。クソ動画出してもいいよ。真面目にやってるやつが迷惑かかんだろ？なんでお前がみんなと同じ額もらってんやん。そこで絶対不満出るからな、今後。でも別に俺はそれ買う理由ないよ。お前頑張ってもないし、やる気もないし、めんどくさがるし。違う。まあそうっすね。まあ今更言うのはまあちょっとおかしいかもしれないけど、うん、動画の今質のことについてもいろいろ
言われて、うん、でまあまあそうなんやなって感じやけど、まあ、直近で言うとみんな一本一本今集中してやってるわけ、うん、その中で、まあ、俺が特に今2本とか持ったりするじゃん、うん、まあその中で他の人たちよりか、まあ、1本多くやっとったけんが、そうっすね、まあやれてたんじゃないかな。まあサホの巻の動画についてはまあま、全く別の話になってくるけど、やれてた方なんじゃないかなとは思ったけど。自分は2本取ってるから質低くてもいいでしょってこと？いや、そういうわけじゃないけど、なんでお前がその給料、まあ、みんなと同じようにもらってるなんだろう、まあ2本やっとるし。アホや、お前。動画も工夫しないし、編集も適当じゃん。めんどくさくて適当にやるじゃん。そういうことをするならって話じゃん。だからそんなモチベのやついないから。サホだってどんなお前、マイクラとかどんだけ長かったし、オンリーアップどんだけ長かったって話やで。お前それ手抜かずにあんだけちゃんと全部見てやってんやで。それでお前なんであの開演の30分、40分の尺のやつめんどくさいとか言ってやらんねん。だけどまあその今の話を聞いてる限り、ああそっちが意見かとしては、まあお前は、まあ日本で、まあやっとみんなと同じぐらいから、まあ頑張るよってことで OK。そういうことじゃない。まあ、じゃあ、あんたが、もしもの話やけど、うん、あんたが俺の立場で、うんまあ、他の人が11もらってます。ああで自分が2、じゃあ、やったとするやん、うん。それやったら、不満も持たずに全然動けるって話。いや、だからそれは持ちつ持たれつだろって、結局。プライド高くて自分の利益しか考えてないからそうなるんや。でも、それに不満があるならいいよ、別に。じゃあ、お前高く給料渡せばいいか？そんなモチベないやつに。クソみたいな動画量産するやつに、給料高く渡して、モチベあるやつらを提携でやらせて、うまくいく？お前、やばいで言ってること、この場に及んで、それは日本を持ってるから大きい給料くださいってや。あ、そう、それはちょっと思ったよけど、ああまあでも今話聞いてる限り、あ、そう、まあ、思ったでもあったけど、いいよ、じゃあいいよ、理解はしましたね。いやいや、だから理解したとかじゃないって。いや、もうそんな思う気持ちあるならもうやめた方がええで。一秒も早く。もう自分のことしか分かってないじゃん、お前。もう俺は全体見てずっとさ、やってるからさ、言うけどさ、誰が何本持とうか関係ないで。だってさ、言うよ。お前がクソ動画出した時、そのケツを拭くのは他の奴らだろ？次動画出して。その関係であるべきじゃないの？それを俺たちはやってんの。お前それで自分が何本やってるから偉いですみたいな。言い出したらもう終わりや。お前さ、自分だけ2本やってとか言うけどさ、サホも2本やってるから、単発で。じゃあそんなん、お前がその理論で行くならよ、うん、再生数一番出してるサホが給料多くもらうべきじゃないん。まあそうなりますよね。ああ。お前やばいって言ってること。すいませんでした。いや、謝るべき俺じゃねえよ。みんなでしょ。そうそう、なんで俺に謝ってんバカだってお前。あ、そうですね。あ、周りが見えてませんでした。その場の利益を求めてるやついないよ、俺たちの中に。お前だけ。金で揉めるとか一番ダサいぞ、お前。だから俺金もらってないんだろ。あ、なるほど。あ、お前だけやで。本当に。だらしないの。すべてにおいて。本当に、怖い。怖いです。そんなに言うたらさ。まあ、気にないよなって話だね。めんどくさいことしたくないでしょ。それはまあ、みんな、まあ、承知の上だと思うんで。事実だけ言ってんの、今。してないじゃん、編集。し、撮影も。できない。カメラ。で、自分の動画の撮影もできない。でも2本やってるから給料増やしてください。その間他の奴らはめんどくさがらずに動画作ってるでしょ？それはみんなお前の動画が焦げた時、焦げてもいいようにみんないい動画作ってるよ。それは共通認識としてあると思うよ。それは自分が焦げた時は他の奴らが助けてくれる。それを理解してないじゃん。そういうことをみんな考えてる間にお前は、給料なんでみんなと同じなんだろうって考えたってことだよ。なんで同じで不満湧くん？冷静に。お前が少ないとかならまだわかるで。少なかったことないよね。そうっすね。なんかあったん？いや、特にないっすけど。やっぱ自分が一番やった。まあいいよ、別にそれは。なんで俺がお金で揉めないようにこう、やってんのに、そんなこと言うん？いや、すいません。ほんま泣くで、みんな。言ってることが意味わからなすぎて、そんな自分だけ高くしてくださいなんて言ってくるやついなかったから、今まで。言えないとかじゃなくて、それが当たり前だから、持ちつ持たれつの関係じゃないのっていうので泣くで、みんな。感動する。怖すぎて。あ、なるほど。うん。まあ、一回小がゆうには、正直相談したんよね。うん。で、持ちつ持たせるんですよ。あ、もう全然理解できてなかったんやなって。そんで小がゆうが優しく対応してくれたんかなって。うん、弾いてたと思う。どんべきやろ、ゴリッゴリに。その考えに至ることすら想像してなかったですよ、みんなは。ダッサい。バリバリ均等やし、生活に困る金でもないのに、怖いです。結論。しかもダサいしな。その話はどうでもいいよ。うんうん。動画どうにかしろよってか、お前が面白くないのは別にいいよ。ちゃんとやれよって話。モチベが合わないじゃん。もうお前の人間的にちゃんとやれないなら、もう俺たちと合わないから、突き無視するか、社会出て働くかしたら、そっちの方が自分が働いた分お金もらえていいんじゃない？まあそこは元さんが決めてください。こいつはもうあれだなと思ったら、もう頭冷やせって思うやったら、で、もうこいつもう無理だって思うやったら、
何回も思ったから今があるんじゃん。別にお前自体は否定してるわけじゃない。最近のお前、もう俺が決めていいの。ずっと文句言わない。あれ次だったらもう1ヶ月停止にしてください。あ、そうや。YouTube の赤パンか、お前。もうちゃんとしてって話するのが当たり前なんだよ。当たり前のことをちゃんと当たり前にやるだけ。すいませんでしたとかじゃない。自分じゃ迷惑かぶるのは。はい、ということで皆さん衝撃的な映像を見たと思うんですけど、大丈夫です、いつもです。3日に1回あります。これ山田が3日で忘れるんで言ったこと、次の開催は2日後かな。まあ初めて山田ハウスのこういうとこ見た人もビジネスライクの関係なんだって思ったね方もいると思いますけど、モチベーション合わないやつなんてね、優しく言ったところで変わらないんで、強く言わないと気持ちの切り替えできないんでね、強く言います僕は。まあ、それはダメなとかダメって言います、そういうもんです。優しく言った時もありました。そりゃこの動画見て思う人もいると思うんすよ。いや太田お前何もやってねえのにでかい口叩くんじゃねえよ。まあそう言いたくなる気持ちはわかりますけど、俺がね YouTube やってなかったらあいつらは今頃働いてたから。子が言うもう専門学校卒業して資格持ってその職ついてたと思うし、小池も仕事辞めなかったら定年までね新卒で入った会社いたと思うし、山田も工場で定年まで働いてたろうし、佐保も実家でニートしてただろうし、その人生のね YouTube をやるっていう選択肢を与えたのは僕ですから。まあ大口も叩くよね。急に山田が1ヶ月くらい動画出なくなったら、あ、また太田ブチ切れさせてやめさせられたんやなと思ってください。つまんない動画より面白い動画見た方がいいでしょう。そういう動画はオールウェイズ作るにはこういう役も必要なんですよ。まあでもね、こういう話した次の日には切り替えてやってますんで、気まずいとかはマジでないです。もう切り替えっすね。3日後また説教の永遠ループてか、いいこと考えた。俺がガチ切れするたびに動画にしてこれシリーズ化しようかな。パート3、4、5、6、7、8、9、10とかで3日に1本撮れるで、こういう感じで動画に出すくらい日常っすね。これがあんまり失望しないでください。いい動画撮るためのカツみたいな感じです。だから不仲とかじゃなくて普通にカツですって思ったら割と受け入れてもらえるかな。わかんないけど、いいとかいいって言いますよ。あの動画良かったねとか言いますよ。小池と子がゆえのドッキリ動画とか、お前今年一応面白い動画作ったやんってちゃんと褒めました。そういう関係です。これでねネットの方々は山田ハウスが喧嘩してる、あんな喧嘩するイメージとかなかったのに、これ喧嘩じゃないですからね、会話です。日常会話パート3はまたガチでイラついた時に回したいと思います。それでは今日の格言、山田のことは嫌いになっても僕のことは嫌いにならないでください。以上。